岩花京弁鉄道は、かつて、倉賀野駅と上州岩花駅とを結ぶ、京弁鉄道を運営していた、鉄道事業者である。陸軍の火薬製造所の貨物輸送のために開業した、貨物専業の私鉄であり、国に買収されて1945年に消滅した。京弁鉄道でありながら期間は1067ミ、mm、リメートルであった。岩花京弁鉄道線後に作られた。 創車場を出発する貨物列車1880年陸軍は岩花火薬製造所を創設し所要設備の完成後製造所は1882年11月から各種火薬の製造を開始した当初製造所への原料や資材の輸送と製造所からの製品の輸送とは製造所の南側を流れるカラス川の周運を主に利用して行われていた 高崎線の開業後は、倉賀野駅との間に入馬車を走らせるようになった。地元の有志は、倉賀野駅と製造所との間の貨物輸送需要の増大に着目して、その区間に軽便鉄道を付設することを計画し、岩花軽便鉄道を設立した。測量などに鉄道員の支援を得て開通した鉄道は、倉賀野駅から日光霊平市街道とほぼ平行に、等身し、 カス川という小川を鉄橋で渡ってからカーブして、南に向きを変え、街道に突き当たる手前の終点、上州岩花駅に達していた。会社の本社は、上州岩花駅の駅舎と共用であった。駅からは、街道の南側にある火薬製造所まで、街道を横切る引き込み線が設けられていた。会社の従業員は10名足らずで、帰還し、機関女子、車掌は在籍せず、 会社には、機関車もなかった。会社は、有害関係者と無害者を保有していたが、前者は、車掌車として、後者は、有者としての使用が主で、結局のところ、陰線、商船の職員が、陰線、商船の機関車に、陰線、商船の貨車を経営させて、岩花京弁鉄道の輸送を行っていた。会社の経営は、概ね順調であった。 1942年には火薬製造所が当時の日光霊平士街道を越えて北側に拡張されることとなり街道は現在のものに付け替えられた。また街道を挟んで製造所の北側に面していた上州岩花駅は製造所の敷地内に取り込まれた。このため軍事施設に私鉄が乗り入れる格好となり、 機密保持上これを問題視した陸軍省は岩花警弁鉄道を買収すべく会社と交渉を始めた。買収の交渉は1945年に入ってまとまったが会社が営業を廃止したのは日本が連合国に降伏した後になった。しかしながら買収は予定通り実行され鉄道の敷地は大倉省の管理下に置かれた。 火薬製造所の跡地は、現在、北から順に、漁師科学技術、研究開発機構高崎漁師応用研究所、群馬県立公園群馬の森、日本火薬高崎工場として利用されている。上州岩花駅跡は、漁師科学技術研究開発機構の敷地内に、一致していた。1960年9月15日、アジア石油は、 倉賀野駅からの専用線を開設したが、これは岩花軽弁鉄道の線路時期の一部を再利用したものであった。また、日本国有鉄道は倉賀野駅を近代的な貨物ターミナルとして整備することとし、石油基地、自動車基地、コンテナ基地、資料基地、セメント基地を次々に設置した。高崎線本線からこれらの基地に向かう線路もまた、 岩花景弁鉄道の線路敷の一部を再利用したものであった。この線路からは関東電工、昭和石油、日本セメント、日本ケロックの各専用線も分岐していた。その後専用線や自動車基地、資料基地は廃止されたが、石油基地とコンテナ基地は現在も稼働しており、岩花景弁鉄道の旧線路敷の上を毎日多数の貨車が通過している。 倉賀の駅上州岩花駅 ABCD、地方鉄道及び軌道一覧、府、専用鉄道。昭和10年4月1日現在、ハット ABC は、久田康夫、私鉄市ハンドブック電気車研究会、1993年、P57 ハット ABCD 真王圭介監修、日本鉄道旅行地図帳3号関東1、新庁舎、2008年、P21、 京弁鉄道免許状を過付。漢方1916年1月27日。京弁鉄道運輸開始。漢方1917年5月3日。鉄道運輸営業廃止、漢方1946年1月28日。ありがとうございます。